皆さんこんにちは、ストロークラボ代表の金子です。今日はですね、見本をですねありがたいことにいただいたので、それの紹介とですね、あとストロークラボからのですね、緊急報告という形でねお伝えできればなと思います。まずですね、医学書院さんの方からですね、このですね脳卒中の早期の見方ということを、書籍をですね見本いただきました。今ねすごいこのねポストイットが貼ってるんですけれども、近々ね高柳の方からですねこの本の詳細の部分を、上げる動画をですねお伝えできればなと思うんですけれども、僕の方でもですね少しこのやっぱりその装具の書籍ですね、この本がですねすごく脳卒中のですね、病態のことで例えば軽縮の問題とかああいったところから、あとねよくね、皆さんが悩むような、炭化質装具ね、超過失踪具ね、どういうふうに選択していったらいいのかっていうのをね、かなりこうロジカルにね説明していったりとか、他にもね継ぎ手の部分をねどういうふうに考えていったらいいのかとかね、そういった例えばね継ぎ手がたくさんあるのですがどのように選択したらよいか迷ってますって言ってね、答えはこれです、さまざまな継ぎ手がありますがみたいな形でですね、もう質問に対してすぐ答えを出して、それに対するね知識なんかをねいろんな写真をたくさん用いたりとか、あとね論文をねしっかり用いて、装具のねねしっかり分かっているところね、現在エビデンスとして分かっているところを明確にデータとして活用して、紹介してるんですよ。つまりねそのすごくね若い人の質問に若い人がよく遭遇する質問に対して明確に答えてるし、中堅どころがですねその答えは分かっていても、じゃあデータとしてどういうふうに考えていくのかとか、じゃあこういったケースにはどういうふうに応用していったらいいのかとか、そういったですね初心者から中堅それ以上の方にまですごくね分かりやすく説明されているんですよね。僕もこれ読んでね、やっぱり装具というジャンルがですねすごくだんだんよりシステマティックになってきてるなっていうのがよくわかりますね。足だけじゃなくて、上肢装具とかもね当然入っていますし、あとね僕も自費リハビリでねいろんなやっぱ装具をつけてらっしゃる方がいて、僕らでね装具どうこうをいじるってことはなかなか難しいんですけれども、保険内の先生にねどういった提案をしたらこの装具が一つ見直すね一つディスカッションが生まれるんじゃないかとかね、ドクターとの処方の中で、こういったことを伝えていけば、よりですねいいものが作れるんじゃないかとか、そういったですね少しアイデア的なものは出す機会がやっぱすごく増えているんですよね。そういう意味でね自費に来ると病院のね回復期みたいに装具を直接作るやり取りはないんですけれども、今のところはただそういったねやっぱり装具に対する疑問を持ってね慢性期でどういうふうに管理していこうとかね、これを外すべきなのか、あるいはね周本のをもう少し削っていくとか、オルトップにするとかね、もう少しサポーター的なものにするべきなのかとか、そういった結構判断かなり増えてくるので、そういう意味でねやっぱり僕も装具の勉強ってまだまだ足らないですしね、ストロークラボの方でもねいろいろアイデアは出してこれまでも動画で出していますけれども、やっぱりねこういった本読んでもっともっと洗練させてですね脳卒中の方の装具っていうものをもっともっと発展できるねジャンルだなと改めて思っていますので、そういう意味でねこの脳卒中の装具の見方っていうのはね、もし買うのが気になっている方がいれば、書籍で少し読んでみてね、気に入ったらすごく買うのもおすすめかなと思います。でね次ねこの動きのコツを教えますってね、これね皆さん知ってらっしゃる方もいると思うんですけれども、最近動きのコツ研究所のですね生野達也先生がですね出筆した本なんですけれども、僕のね生野達也先生というのは僕の 1,2 年目に就職してた、高知県の近森リハビリテーション病院の1個上の先輩の PT の先生の方なんですよね。生野先生僕が自費にやる 1,2 年前ぐらいから実はもう自費にチャレンジしてて、認知神経リハビリをですねより自費のですね生野さんのコンセプトに落とし込んでいくようなですねところをずっと展開発展させていってですね、そういったもののかなり一つの集大成的なものがこの本でよく学べるんじゃないかなと思います。比較かなりですね優しいこうイラストをですねたくさん用いながらですね、
一応まあセラピスト向けであり、あの当事者向けであり、当事者も読んでも分かるというですね、非常にこうあの、まあ、今までありそうでなかったですね、あの言葉の使い方優しいんですよね。あと実践的で、自主トレでもですね、あの ADL 場面のね、生活動作の場面であったりとか、歩く場面とか、ああいったところで落とし込めていける内容なんですよね。どういったところを意識してね、あとまあ僕らもね、ノリハドットコムでも伝えてはいるんですけれども、よりこうどこを意識して、どういったところがどういうね、あの硬い感じがするとか、右と比べてね、あの何も触ってないような感じがするとか、お尻がグリグリするとかね、そういったあの感覚の部分ね、感覚知覚認知っていうのをすごくね、あの追求している書籍なんですよね。ですので、やっぱり脳卒中の方はね、あの当然あの運動麻痺っていうものだけじゃなくて、感覚麻痺、あるいは感覚をよりさらに統合していく認知的な問題、これが絡んでですね、やっぱり結局のところそれで歩行ができないとかね、手が伸ばしづらいとか、物が持ちづらいとか、やっぱそういったですね、まあ、感覚と運動両者の側面でね、見ていくっていうのは基本になりますので、そういう意味ではあの昔ながらの自主トレイコールストレッチとかね、自主トレイコール筋トレ、自主トレイコール歩く練習をたくさんするってね、やっぱそれだけではなくて、やっぱ感じていくってね、そこの部分により、ね、こう風穴を開けていくね、あの今まで、ね、あのない書籍になるかなと思いますので、あのすごくね、そういう意味で、あのもしね、この当事者の方が見られてれば、あのぜひね、これをお勧めしたいなと思いますし、まあ、あの両方種の方もね、これを読んで、もっと知覚とか認知っていう側面に、ご自身のリハビリであったり、自主トレを落とし込んでほしいなと思います。これ、ぜひお勧めです。で、最後なんですけれども、これなんですけれども、これあの知ってるぞって話ですよね、まあ、僕のね2018年に出した脳卒中の動作分析なんですけれどもね、実はね、あの一昨日ですね、医学書院さんの方からこれのですね、中国出版が決まりましたということがね、あのご報告が来たんですよね。まあ、つまりはその中国の方でこれを中国語にね、あの翻訳して出すってことでね、まあ、翻訳するので、これからまだ半年とかね、あの1年とかひょっとしたら時間かかるかもしれないですけれども、あのいよいよ僕の脳卒中の動作分析がいよいよ、まあ、あの中国っていうね、まあ、世界で、しかも中国って言ったらもう世界の中でもね、アメリカと中国ってね、並ばれるぐらい、もういわゆるもうね、かなりあの経済的なところを牛耳ってるね、あの牛耳って言った言葉変ですけども、まあ、すごく世界に影響力のある国ですからね、そこで、まあ、あの人口もね、あの10億人以上だったと確か思うのでね、そういったところにこういった部分が出るってことで、やっぱりそこの中国の方のやっぱり療法士の考え方とかね、当事者の方々にね、少なからずストロークラボの僕の考え方がですね、こう浸透していけるチャンスが増えるなと、あるいはその脳卒中の当事者の方々のまた一つね、治療の概念がですね、変わっていくところに、これをきっかけになるんじゃないかってね、僕としてはすごくありがたいことだなと思ってます。やっぱりね、年間のあのね、医学書籍ってね、100冊に以上出てるとは思うんですよね、療法士ので。でもそれがやっぱりまず日本でしっかり売れ続けてですね、かつそれが海外まで出版される本って本当にごくわずかだと思うんですよね。その中にあの、まあ、今回選ばせていただいけたというのはね、本当にありがたいことだと思いますのでね、あの、まあ、ストロークラブはこれからもね、やっぱりそういう意味で日本の方だけじゃなく、ね、世界の方々の当事者の方にね、少しでもね、あの役に立っていければなと思って、今日は25日、クリスマスですね、クリスマスなんですけども、今期の年末から来年に向けての飛躍のね、一つのご報告でね、使えるなと思ったので、今回このですね、3冊です。この3冊が、まあ、すごく僕の中で、あの早く皆さんにこう届けたいなっていう内容だったので、ちょっとまとめさせていただきました、ですね、このチャンネルが参考になった方はいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは皆さん、来年もですね、ストロークラボのチャンネル、ノリハドットコムのチャンネルの方を、よろしくお願いします。はい、ストロークラボでは脳卒中やパーキンソン病の方への自費リハビリを都内お茶の水で実施しています。大学病院で培った姿勢連鎖セラピーを実施し、多くの方に効果が得られています。また療法士向けに半年間にわたって神経系特化型の知識や技術を磨き上げていく塾も展開しており、ご好評をいただいております。興味がある方は概要欄の方からですね、ホームページをぜひ見てください。
この動画が参考になった方はいいねとチャンネル登録の方をよろしくお願いします。